こんばんは、吉尾よしです。今日は3月7日の夜です。寒さが少し、緩んできたような気がします。まだまだ寒い日もあるかと思うんですけど、なんか少し、春が近づいてきたような感じがし、ちょっとホッとしたような気がしています。私は2年前の夏、2年半ぐらいになりますかね、脳梗塞で一晩に7回ほど倒れたことがあるんですけど、内藤やす子さんもね、私らと同じような、病気をされたように聞いたことがあるんですけど、今は元気になってまた歌っておられるみたいですけど、サムシンググレイトですね、元気になれたらそういうふうに越したことはありません。ありがとうございます。歌わせていただきます。ドアを細めに開けながら、夜更けにあいつが帰ってくる。蛇口に顔を近づけて、水飲む音が聞こえてくる。言い訳作ろう、そのままに優しさよそう、そのままに聞いておきたいことがある。だけど幸せボロボロこぼれるから、寝返り打って夢の中、時計を外す影一つ、薄明かりの中映っている。着替えの間に漂うは私の知らない映り画だよ。言い訳作ろう、そのまめに優しさよそう、そのまめに聞いておきたいことがある。だけど涙がボロボロ溢れるから、布団かぶって夜の中、酔いに任せた体ごと足音忍ばせ眠る人、背中合わせのぬくもりと静かな寝息が聞こえてくる。言い訳作ろう、その前に優しさよそう、その前に聞いておきたいことがある。だけど思い出ボロボロ崩れるから、人を見殺して闇の中